今日は CA10 T ボーンワイドライダーポイントをレビューします。それでは早速変形させます。変形、まずは裏返して武器を取ります。そしたら合わせればこれが武器です。まずこう腰を引き伸ばして、結構伸びますね、ここ。そしたら足を開いて、こう関節出したいんですが、やっぱり出てこないので、このままだとやっぱり出てこないので、ここを開いて、で、開いて、ここ出します。そしたらまた。ブレイクダウン同様、ここにピンがあるので、切れて、こっちも硬い、こっちからかな。を締めて、で足をつま先とかかとを展開すれば、でここをひねってこれを戻します。反対も同様です。ここを外して、ここ跳ね上げたら、このパネルが開いて、ここを足を出して、ここにピンの中に入れるんですけど、あ、今回繋がられた。パネルを閉めて、たら、ここの、つま先とかかとを、展開して、足を90度回したら、最後にタイヤをちょっと奥に入れつつ、これだけですね。これで下半身の完成です。そしたら上半身はここを起こしたら手を引っ張って奥まで引っ張るだけですね。そしたら反対側も同様に、この反対側からこう開いて、伸びました。そしたらこれを後ろ側にして、
顔を前にしたら、武器を持たせて、武器を持たせて T ボーンの完成です。可動範囲見ていきましょう。あ、完成した武器を持たせて各部調整して T ボーンの完成です。可動範囲見ていきましょう。前回の カークラッシュと一緒ですね。首がボールジョイントで、肩がここを引き出せますね。で、手が90度曲がって、腰が回転、足もボールジョイントでロールもあって、もう結構曲がる方ですね。足首も割と柔軟に動きます。